ドルトムント1、2、マンチェスターシティ1、ミピオンズリーグ準々決勝セカンドレグ、今シーズンのティの試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、ガツ無料お試し実施中、チャンピオンズリーグ、決勝セカンドレグ、ドルトムント対、マンチェスター、ティが現地時間14日に行われ、1、2で、アウェーチ、無が勝利。2 0 0 5ースコア4、 2としたシティが準勝ち進出を決めている。試合を決めた男が赤、民主出身者であったことは、シティにとって、気な喜びとなっただろう。1、1で迎えた75分、ショットコーナーから、ペナルティーエリア手前で、イルフォーデンがボールを受けると、前方、シュートコースができたのを見逃さず左足、一振り。ニアサイドに飛んだボールはそのまま、ゴールへと吸い込まれた。 決勝点を挙げたフデンはデータサイトフンスコード内でマムに選出されてい,い見事なミドルシュートを決めたことは持ちんドリブル成功数2回キーパスはチーム最多意となる3本を繰り出すなどチャンスに絡みけたまたアプタによると CL 準々決勝の2試合で得点を削った21歳以下の選手は2016-17シーズンのキリアンム 当時18歳に次いで、フォーデンが、史上2人目、ことになったという。なお、CL 決勝トーナメント、おいて21歳以下の選手が1試合で同時に、得点し、のも、ベリンガムとフォーデンが2例目のこと、なったようだ。1度目は2017年のムバッテウスマン、デンベレ。年齢を重ねるごとに存在感を増、フォーデンは、 今季すでに公式戦2桁得点に達しており、アシストもあと1つで2桁に乗り、ジョゼップ・グアルディオラ監督指導のもと、ラカに覚醒していると言えるだろう。作詞、限りで偉大なレフティであるダビド・ルバがチームを去った。当然、同選手の代役と、右天に注目が集まったが、グアルディオラ監は、D ・シルバの代わりとなる選手を獲得する、森はないと断言している。 その理由は、フォ、デンという存在があるからだった。若きイン、ランド代表選手はもともと技術力に長けて、だ。ボールを収めて裁くうまさは抜群で、プレ、ビジョンもしっかりしているから次の悪、4に移るまでが早く、無駄がない。ドルトム、都戦の得点が証明した通りミドルシュート、うまさも非凡。見た目からは想像できない力、差もある。D シルバ、 ケビン・デブルイネと偉大な MF を近くで見られたことは、フォーデにとって幸運と言えたのかもしれない。戦術、た二人のようにボールを引き出すまでの動画よく、スペースをつくランニングの質も目、明記と向上。それが、ここ最近の怖さをより引き立てている。そして守備にも、献身的と、今や不、伝に、明らかな欠点は見当たらない。 現在、カー会を代表する若手選手は、ムバッペ、アー、ングブラウト・ハーランドで間違いない。フォーデンの輝きも彼らに全く劣っていない。イングランドの若き MF が、シティの新たな顔と、リ、子供たちにとって、憧れの存在となる未来、すでに見えている。り <music>